ニューヨーク。ニューヨークはアメリカ海軍の戦艦。ニューヨーク級のネームシップである。艦名はアメリカ合衆国11番目の州にちなむ。その名を持つ艦としては5隻目にあたる。ニューヨークは1911年9月11日にニューヨークのブルックリン海軍交渉で寄港した。1912年10月30日に LC コールダによって命名浸水し、 1914年4月15日に、初代艦長トーマス・エス・ロジャース大佐の指揮下就役した。就役後間もなくフランク・カイ・フレッチャー少将の帰還となり、1914年のメキシコとの紛争で、ベラクルスの封鎖、占領に参加した。その後第一次世界大戦の勃発とともに、大西洋岸での艦隊作戦に参加するため、北へ向かった。 第一次世界大戦へのアメリカ合衆国の参戦に、際して、ニューヨークは、ヒューロットマン少将率いる、第9戦艦部隊の機関として、北海で、イギリス海軍艦隊を指揮することとなる。1917年12月7日にスカパフローに到着すると、アメリカ戦艦軍は独自の部隊を構成し、海上封鎖及び商船護衛任務に従事した。その存在は連合国艦隊に、 大きな役割を果たし、ドイツ軍に対する優勢を誇ることとなった。ニューヨークは、ヨーロッパでの任務期間に二度有ボートに遭遇している。第一次世界大戦への従軍中に、ニューヨークは、各国の王族、高官の訪問を多数受け、また戦争の中で最も劇的な瞬間、1918年11月21日の、ドイツ太陽艦隊のフォースワンでの降伏にも、臨席した。 ヨーロッパにおける最後の任務は、パリ講和会議に出席するウッドロー・ウィルソン、大統領が乗るジョージ・ワシントンの護衛任務であった。艦隊演習及び単独訓練、補修を繰り返し、ニューヨークは1919 19年春にカリブ海での訓練を行い、同年夏はサンディエゴで太平洋艦隊に合流、同行母校として16年活動した。ハワイ沖及び、 西海岸で訓練を行い、短期間の任務やオーバーホール時には、大西洋、カリブ海に戻ることとなった。1937年5月20日、ニューヨークはヒューロットマン提督を乗せ、ジョージ6世大観年間艦式へ、アメリカ海軍代表として参加した。続く3年にわたってニューヨークは、海軍士官学校生を乗せて、ヨーロッパ、カナダ及び、 カリブ海への訓練巡航を行った。1941年7月にはアイスランドへの船団護衛を行い、その後アルゼンチン、ニューファンドランドを訪れ新しいアメリカ軍基地の防備に従事した。アメリカ合衆国が第二次世界大戦に巻き込まれると、ニューヨークは大西洋の輸送船団護衛にあたり、アイスランドやスコットランドに向かう輸送船を U ボートから警護した。 ニューヨークは北アフリカ侵攻作戦に際して1942年11月8日にモロッコのサフィに艦砲射撃を行い上陸部隊を支援した。その他サブランカから輸送艦隊の護衛を行い、続いてチェサピーク湾で戦艦及び駆逐艦の居手に対する法術訓練を行った。同任務は1944年6月10日まで行われ、 その後士官候補生を乗せて3度の訓練巡行を行った。ニューヨークは11月21日に西海岸を出港、サンペドロに12月6日到着し、上陸作戦に備えて砲撃訓練を行った。サンペドロを1945年1月12日に出港、真珠湾に向かいその後スクリューの損傷を調査するため、エニウェトク干渉へ向かった。 速力に問題があったものの、伊洋島攻略部隊に加わりサイパン島沖で演習を行った。2月16日には、伊洋島に対し進行前の艦砲射撃を実施した。続く3日間にわたって、ニューヨークは同任務に従事した他の艦よりも多くの砲弾を発射し、古参兵が何を成すことができるのかを証明すかのように、その14インチ砲で敵弾薬集積所に対する、 直撃弾を与えた。伊予島海域を離れたニューヨークは、マヌス島でスクリューを修理しその速力を回復した。3月27日に沖縄海域に到着し続く76日間に、渡って作戦に従事した。進行前の艦砲射撃及び、上陸部隊への援護射撃を行ったが、無傷では済まなかった。4月14日に特攻機が突入し、 カタパルトと関西機に損害を受けた。ニューヨークは6月11日に沖縄を離れ、真珠湾へ向かった。ニューヨークは真珠湾で日本本土侵攻作戦の準備を行った。戦争が終了すると機関兵を帰国させその補充兵を運ぶ任務に就いた。9月29日に真珠湾を出港し10月19日にニューヨークに到着した。そこでニューヨークは クロスロード作戦に使用される標的艦としての準備を行った。1946年3月4日に西海岸を出港、サンフランシスコに向かい、サンフランシスコは5月1日に出港、新珠湾とクエゼリン艦章を経由して、ビキニ艦章には6月15日に到着した。7月1日に行われた水上実験及び25日の水中実験を耐え抜いたニューヨークは、 クエゼリン艦賞に牽引され、そこで1946年8月29日に解約された。その後真珠湾に牽引、2年間にわたって研究され、1948年7月8日に40マイル沖合で標的艦として艦艇、航空機による8時間にも及ぶ攻撃の後に沈められた。ニューヨークは第二次世界大戦の先行により3個の 従軍聖書を受賞した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。